はい、こんにちは、116インズです。今回はエンゼルスに関するお話をしていきます。大谷選手、マイク・トラウトという2人の世代を代表する選手を同時期に抱えるチームながら、昨年は AL 西地区4位、勝率も5割を下回ったりとなかなか勝つことに苦労しているエンゼルス。トラウトが主力となってからのプレーオフ進出も2014年の一度のみと、チーム作りにかなり苦労していることは皆さんもよくご存知かと思います。エンゼルスも別に再建をしようとしているわけでもなく、2019年のオフにはアンソニー・レンドーンと大型契約結んだりもしていましたし、補強を全くしていないわけでもありません。ただひたすらにチーム作りがうまくいっていないと。これの一因には打線と比較して投手陣があまりに弱すぎるのも影響しているのかなと思われまして、昨年も特に前半戦は先発陣ボロボロだった時期もありましたし、ブルペンもリードを守りきれない場面が目立つこともありましたよね。モレのオーナーが絡むせいか、なぜか野手の大型補強ばかり行う羽目になっていたのが、こういったところで少なからず悪影響を与えていた部分もあるでしょう。しかし今オフのエンゼルスは近年とは少し違った動きを見せています。今回はそんなエンゼルスのここまでのオフを振り返っていきましょう。はい、まずは昨年のエンゼルス、投打別のチーム成績を確認していきます。攻撃陣から見ていきますが、チーム打率2割4分5厘、 OPS7割1分7厘、得点数はリーグ8位で、 WRC プラスは94と平均以下の水準で、こちらはリーグ9位。対する投手陣は防御率 4.69 はリーグ12位、 FIP は多少マシで 4.25 で、こちらはリーグ8位でしたが、それでも失点を防ぐ点においてはあまり良くはなかったと。もちろんエンゼルスの本拠地は打者有利な環境ですので、その影響を考慮すれば防御率が示すよりも実態は投手陣頑張っているのかもしれませんが、まあ、それでもせいぜい平均程度、どちらかといえば平均以下の投手陣と言えるのかなと思いますね。投手陣に限らず、昨年のエンゼルス打線も成績からして決して良かったとは言い難いものの、ただ打線に関しては昨年の大部分を主力のトラウトやレンドーンを欠いてこの水準でしたので、今季2人がフルシーズンプレーすれば伸びしろは十分あるのかなと。一方で投手陣についてはそのような上がり目があまりないので、エンゼルスがこれからプレーオフ争いしていくためにはやはり投手陣の整備が必須の状況です。ではそんな状況で今オフのエンゼルス、主な補強や再契約を見ていきましょう。これを見て何かお気づきでしょうか。そうなんです、今オフのエンゼルスめちゃめちゃ積極的に投手補強を行っているんですよね。昨年チームのクローザーとして活躍したライセル・イグレシアスと4年総額5800万ドルで再契約したのを筆頭に、ノア・シンダーガード、アーロン・ループ、ライアン・テペラなどなど実力のあるピッチャーをここまで着実に集めてきました。投手の FA 契約にかけたお金は総額にして1億2000万ドル。エンゼルスらしくないと言ったら失礼ですが、近年のエンゼルスがここまで投手に力を入れて補強している姿はあまり記憶にありません。今までのエンゼルスだったら、今オフ豊作と言われたショートの FA 市場の誰かに手を出して大型契約結んでいたと思いますが、そのような誘惑にも負けずしっかり弱点を埋めてきたと。エンゼルスは大谷選手はトラウトも言わずもがなですが、投手からコンバートしたジャレット・ウォルシュをオールスタークラスのバッターに育てたりと、打者の育成には定評のある球団ながらも、なかなか投手育成の方はうまくいっていませんでしたので、そんなチームがバッターではなくピッチャーにお金を回し始めたら隙がなくなるなぁなんて思っていたら、ついに本当にやってきました。特にブルペン補強にかなり積極的なのが個人的にはいいなぁと思ったりもします。昨年エンゼルスブルペンの中で数少ない計算できるピースだったイグレシアスを残しつつ、昨年好成績を残したループにテペラ、クローザーの経験もあるブラッドリーも加入して、一気にブルペンの層が厚くなった印象です。昨年のエンゼルスブルペンはイグレシアス以外はここぞという場面で抑えられない、試合の中でも比較的重要な局面でのパフォーマンスが振るわない選手が多かったのか、6回から8回で局面の重要度が中程度、あるいは重要度が高い場面での残塁率 59.1% は MLB でも下位に部類し、防御率 5.89 もリーグワースト3。ブルペン全体の傾向に反してイグレシアスは昨年 MLB でも屈指の勝負強さを誇ったリリーフで、重要な局面、ハイレバレッジシチュエーションでの防御率が MLB 全リリーフ中3位と、クローザーらしく大事な場面をビシッと抑えてくれていたのですが、そもそもの問題としてエンゼルスブルペンはイグレシアスにつなぐまでに失点が多かったため、そこを担当するリリーフの層を厚くするのは急務の状況にありました。今回獲得してきたループやテペラは、イグレシアス級のクローザーですとか、8回を占めるザ・セットアッパーみたいなタイプでは全然ありませんが、6回7回をしっかりゼロで抑えて次につなげるいい選手たちですので、イグレシアスへのリレーは大きく改善したのかなと。そこに既存戦力のマイヤーズやウォーレンですとか、あるいは昨年フィリーズで8回を担当することが多かったブラッドリーあたりがステップアップできたら、そのリレーはより隙がなくなる気もしますね。他にも今季まずは先発で開幕する予定ですが、
コンフ加入のマイケル・ロレンゼンもレッズ時代の2019年ブルペンで結果を残していましたので、彼も加わればなおのことブルペンの層厚くなりそうですよね。まあさすがに先発として獲得してきたロレンゼンがブルペンに回る状況となるのはエンゼルス先発陣にとっては望ましい話ではないのかもしれませんが、まあとにかく何が言いたいのかというと、昨年とは見違えるくらいエンゼルスのブルペンは層の厚い陣容となったということです。昨年のエンゼルスブルペンをナイトメアと形容する人が多かった印象ですが、開幕前のメンバー見る限り今季その状況は変わってくるんじゃないのかなと期待していますし、昨年リリーフの差で勝てなかった試合を勝てるようになるだけでもプレーオフ争いはぐっと近づくのではないでしょうか。一方で先発陣、こちらはブルペンと比較すると補強してもなお正直まだ不安要素が多い気がしますが、それでもうまく機能すれば上振れする可能性は秘めていそうです。昨年前半戦のエンゼルス先発陣は6人中4人がボロボロで、それはもう悲惨なものでしたが、テコ入れが必要だったローテーションに何といっても大谷選手と並ぶエース候補シンダーガードが加入したのは大きいですよね。ここ2年のエンゼルスはバンディやキンターナ、カップといったどちらかといえばイニングイータータイプを集めたものの、バンディとキンターナが昨年見事な打たれっぷりを披露するなど、あまりフロントの思惑通りにいっていませんでしたので、シンダーガードのように投げればエースタイプを選んだのは方向の転換とも言えるのかなと。トミージョン手術明けでイニング制限もかかる点少々扱いづらさもありますが、大谷選手以外で守備にあまり頼る必要がない、パワーで勝負できるピッチャーがエンゼルスのローテーションにはとにかく欠けていましたので、シンダーガードが怪我前に見せていたようなパワーで圧倒するピッチングができれば大きなインパクトをもたらしてくれそうな予感。この2人に続くパトリック・サンドバルも昨年 MLB 屈指のチェンジアップを武器にブレイクの兆し見せていましたので、3番手まではちゃんと投げれば割と盤石な体勢かなと。ただブルペンと比較して不安要素が多いとしたのは、3番手までの面々の故障リスクが大きいことや、エンゼルスは今季も6人ローテを継続すると表明している割には、キャニングやロドリゲスの長期離脱がすでに決まっているなど、4番手5番手以降の先発陣に不安を抱えている点、6人ローテを組めるほどのデプスはないんじゃないのかなと思っていまして、先発としては MLB で結果を残していないロレンゼンをおよそ7年ぶりにローテで起用する方針なのは本当に大丈夫なのかと聞いてみたくもなります。大谷選手、シンダーガード、サンドバルのローテ3番手までが健康に投げつつ、4番手以降でもどれだけ勝ちを拾っていけるかは一つ大事なポイントとなってきそうです。6人ローテはピッチャーの健康管理にはいいかもしれませんが、その分大谷選手などの登板機会が減ることも意味していますので、ハイメ・バリアやトッププロスペクトのリード・デトマーズあたりのブレイクはプレイオフ行くなら必須かもしれませんね。先発には依然課題を抱えますが、それでも投手事情はこのオフでだいぶ前進した印象のエンゼルス。そもそもトラウト、大谷選手、レンドン、ウォルシュらを擁する打線があるのですから、ちゃんとやれば怖いチームではあります。そのちゃんとやるが毎年難しくて、主力の怪我などでなかなか実現せず、戦力の割に勝てない時期が続いてきましたが、アストロズからコレアが抜け、アセチックスが再建に突入する今季のエール西地区なら十分チャンスはあるでしょう。とにかく主力が健康に1年過ごして、投手陣が昨年よりもレベルアップすることができれば、今シーズンエンゼルスがプレーオフに絡んでくる展開はこれは全然期待できるんじゃないのかなと。まあ、今季から勝負期を迎えるマリナーズのファンとしては、エンゼルスちょっと不気味だなぁと思ったりもするんですけれども、今季昨年までのリベンジとなるシーズンとなるでしょうか。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。